も今回で7回目ということで、はい、どんどん盛り上げていこう。イエーイ。ちょっと無理見えるな。ちょっとなんか盛り上げて上げてる感じになっちゃいました。どんどん盛り上げていこうってね今決めた、うん、思ってるんですけれども、うん、SNS で結構今から始まりますよとかつぶやいてるんですけど、うんうん、あの柴さんマジで SNS 始めてください。まだ言うのそんなこと。いやもうずっと言いますよ私は。できたらもう毎週言いたいですもん。 X ないしインスタないし、うん、YouTube やってらっしゃいますよね。 YouTube もまあまあまあやってるっていうほどのあれじゃないけどね、まあいますよちゃんと3万人ぐらいね。おー多い。初めて言われたおーって3万人。そうか3万人ってみんな周りすごいから。そうか。そうよ。多い。多くないのか。いやでもその3万人は絶対見てくれてるはずですから。うん。うん。今あつこしはその X のフォロワーどんぐらいの。私だとでも30万人いってもないと思います。30万 X は30万いってなくてインスタの方は5万人ぐらいですかね今だと思います。そうなの。俺なんかもっとすごいんだと思ってた。なんか100万人とかっていうのが行きたいですね。100万人元ビッシュでもそんなもんなの。ちょっと恥ずかしい。え他のメンバーはアイナ・ジ・エンドで50万人とかです。えやっぱ人気一番人気アイナ・ジ・エンド一番人気です。あそう。え夏休みあつこが一番少ないの。夏休み今29万人です。おでもすごいじゃん。でも本当にほぼ下です。一番ほぼ下です。あそれでも下ならやっぱすごいな元ビッシュ。50万に来たよ。50万行きたいね。50万行きたいね。もう夢は100万人。いやそりゃそうよ行ってもらわないと。トークテーマは、うん、メタバースにこんなワールドがあったら行ってみたいです。世界さんも、はいね、前回あのダンスのね世界行ってもらいましたけど、はい、なんか他にこういう世界があったらいいなみたいなのあったりします。メタバースの中でありますか。いやもう可愛い女の子がいる世界が一番いいですね。すごいすごい正直、はい、正直な正直な人が生きられるワールドが欲しいです。素敵。なんかあったのかなって思うから。アンリと田辺さんは、はい、なんかこんなのあったらいいなっていうのあります。美味しい食べ物にあふれた世界がいいですね。そうですね。本当にそうなんだね。本当にそうです。本当にそうなんだ。今もうお笑いの仕事より食べる仕事ばっかやってますから。そうなんだ、はい、そうか。まあ食べても太んないしねメタバースだから。いやそうですよね。だからなんかメタバースで定食屋とかできたら一番理想だなと思う。いいいいよ。金メタ無料配信はアベマ TVer で。お気に入り登録もぜひお願いします。